こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回ですね、飯塚聖先生によるレッスン動画になっています。はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、パッティングが苦手という方に向けた特別なレッスン動画になっています。はい、パッティング、パターね。はい、大事ですな。あ、私も最近なんかやっとこう打てるようになったような気がしてきてるけど、やっぱずっと苦手だなって思ってて、うん、でもパターってやっぱ教えてくれる人はあんまりいないじゃん、まあね、うん、からずっと悩んでた気がします。うん、でもなんか、ジュンはその構えた時に、なんかね、入りそうな雰囲気あるのよ。ある、うん、私ね、もう、あ、これ来たなみたいな、あ、これ来たなみたいな、時と、やばい、全然よくわかんないって時ある、ダメだなみたいな時ある、なんかね、構えた時がね、あ、この人はパターうまいなみたいな、オーラ出てる、出してるオーラ出てる雰囲気はね、出してる、雰囲気出てる、でもそういうのも多分自信につながってるんじゃないのかな。そう、ね、自信があるからなんか、入りそうみたいな、それはあるかも、ね、パターはね、やっぱりそのまずは基本っていうのを多分知らないとだし、そこから自分のなんかこうグリップ、に変えていったりとかするんだと思うんで、それでは早速ね、チェイ先生のレッスン動画見ていきたいと思います。はい、お願いします。はい、今回はパターが上手な人、下手な人の違いのお話をしていきたいと思います。今日はですね、3つの項目でお話ししていきたいと思います。1つ目はですね、打ち方ばっかり気にしている方、たくさんいらっしゃるんですけども、こういった方たちっていうのはターゲットが消えてしまうんですね。ターゲットが消えてしまうと、どこにどれぐらい打つかってわからないのにストロークばっかり気にしているので、そりゃターゲット付近に行くはずないですよね。例えばですね、皆さん、ゴミはね、投げちゃいけないんですけども、ゴミ箱に投げるとき何を考えますかね。肘の角度とか考えますかね。何を考えるの。一番考えることって、ボールの軌道。軌道っていうのは何だろう。ゴミの、飛び方。そうですよね、飛び方だったり、そのどの辺に落とそうかなっていう、このターゲット意識の方が強いですよね。そうですね。皆さん、ゴミ投げるときに肘角度とか触椎しなきゃとか思わないですよね。フォローはどうのとか。そうですよ、はい、なのでまず1つ目はターゲット意識を切らさないことです。ストロークは十分練習で、ストロークしてください。コースではターゲット重視の方がスコアまとまるので、まず1つ目はターゲットを切らさないことです。そして2つ目はですね、構えて何秒ぐらい最高痛かな、1分まではいかないんですけども、構えてからずっと固まって考えちゃう方がとっても多いんですよね。これ緊張したり、どうやって打ったらいいのか、どうしようかって不安な気持ちからすぐ打てなくなっちゃうっていう現象が、大人になればなるほどどん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 増えていきます。なので、構えたらすぐ打つ、構えて、じゃあどのタイミングで打つのかというとですね、構えます、ターゲット見ます、ターゲット見て顔を戻したらすぐテイクバック始めてください。はい、2つ目は構えてから固まらないっていうことですね。はい、これ意外と簡単なんですけど、意外とできないんですよ。皆さん固まって、スムーズに振れなくなってしまって、転がりも悪くなってしまうっていうコース内で、こうわーみたいな、困ったみたいなことになっちゃうので、ぜひターゲット見て顔戻したらすぐ打つ、試してみてください。そして3つ目はちょっと難しいですよ。皆さんよく聞いておいてください。3つ目はですね、クラブの感性を使って打ててるか打ててないかです。はって感じですよね。はい、クラブの感性、はい、まず感性って分かりますかね。私はゴルフ大人になるまで、感性って感受性の方の感性しか知らなかったんですね。感性の法則の感性の方を今お話ししてるんですけども、動き出したら止まらない、最初力を加えて動き出したら止まらないっていうクラブの感性ですね。この感性をボールにアタックする側に使えているか、それともボールにアタック
しようとするクラブの感性が働かないでスイングしてしまってる、ストロークしてしまってる方、これが大きく上手な方とそうではない方の、分かれ道になってると、思います。じゃあどういうことかというと、まずですね、正面からいきます。まずですね、フェースをスクエアに上げたとき、はボールに向かおうとするクラブの慣性が働きます。向かわないボール持っててほしい。ジュースの登場します。やる気がなさすぎて。で、ここからクラブが飛んでくるんで、はい、そうですね、いきますよ、はい、まあ、スクエアですよね、はい、そうです。スクエアに上がった場合はボールに戻ろうとするんですね。こうジュースの手骨折させたら困っちゃうんで、はい、ね、世の中の大丈夫ですよ。戻ってますね、はい、でこれが実は U の字を書かなきゃいけないって思ってる方が多いんですよ、うん、いますね。いますよね。そうするとフェースの開きが生まれるんですね、はい、開いてしまうとあれあれジュンさんビクって動いてる。あれこれがクラブの感性を使って打ててるか打てないか差なんですよ、はいはい、横からもやった方がいいかな。そうですね、いきます。はい、スクエアに上げた状態です。戻りますね、うん、これが少しでもフェースがオープン、本当にちょっとですよ ね、 これね、ちょっとですね、戻ってこないんですよ。へってことは自分で何か操作しないといけないからこうなったりああなったりしちゃう、ね、そうなんですよ。じゃあそっちからもいきます ね、 そ、 そうですね、そのちょっと前のこんぐらいでこんぐらいでいきます。スクエアいきます。スクエア今ジュンさん動かしてくれたか。かわいいバレた動かしてるよってなっちゃう。スクエアだと戻る、はい、戻りますね、戻る、うん、ちょっとオープンにしますよ、うん、ごめんなさい、ジュンさん手大丈夫です。こうですね、うん、ちょっとでもオープンになるともう戻ってこないですよね。はい、ジュンさんありがとうございます、はい、ありがとうございますはい、3つ目はクラブの完成で打ててるか打ててないかということでした。この3つのポイントを注意してラウンドしてみてください。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。今回のパッティングが上手い人と下手な人の違いについて、はい、いかがでしたでしょうか。パターンのミスがね、うん、減らせたら、うん、やっぱなんやかんやば次のホール ね、 そうですね、気持ちよくいけるから。確かに確かに、うん、このね、うん、なんかモチベーションの維持的な、うんうん、パターでスッキリしていただいて、うん、次のホールでナイスショット、はい、はい、つなげていきましょう、はい、まあ、スコアもね絶対パターが良くなると、うん、良くなると思うんで、はい、重要だと思います。かなり、はい、重要です。やります、やりましょう、はい、じゃあこのパターの上手い人と下手な人の違いの動画をいいなと思った方はチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いしますしますします。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。